信号機 UTY と終身符号を掲げているイギリスの機関ビクトリー。ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー、トラファルガーの戦い、1822年。英国は各員がその義務を尽くすことを期待するは1805年10月21日のトラファルガー海戦の際、イギリスの保冷所ネルソン帝督が掲げた信号文。 イギリス国民に影響を与えた言葉として、現代でもよく用いられる。ナポレオン戦争の最中、フランススペイン連合艦隊を撃破するために、ネルソン率いるイギリス艦隊は出撃した。海戦を目前にし、艦隊を鼓舞するため、英国は、各員がその義務を尽くすと信ずるという文案を、信号士官のジョン・パスコを注意に提示した。この文は、信号機を用いて、 各官に通報される。パスコはコインファイズは信号書に定められておらず、一文字分ずつ信号機を掲用する必要があるが、エクスペクッツならば信号書にあり、符号を用いて迅速に掲用送信が行えることを示した。ネルソンはそれに許可を与え、修正した。英国は各員がその義務を尽くすことを期待するの信号文が送られた。掲揚された。 信号機。左からこの順番で全部で12回、通して形容することにより、イングランドエクスペクッツ・ザット・エブリーマン・ウィル・ドゥ・ヒズ、デューティとなる。信号文の送信時刻は、1805年10月21日の午前11時45分、頃、また10時半ともされている。信号は各間に伝達されたが、パスコーが戦闘後に行った記録が、 正午4分の1時間前であったため、他の艦の記録もこれに合わせられている。イギリス艦隊は、リチャード・ハウが考案し、ポッパムが改良した、開示信号書を用いており、各艦に配布されていた。この信号は0から9の数字を意味する、信号機を用い、数字に対応して単語もしくは文字を意味している。信号文では、主に3桁の数字が1単語を意味している。 また、do を意味するコードの220和2の信号機に続き、同じを意味する黄色と黒の旗を用いている。最後の duty の4文字は、信号書内に定められておらず、1文字分ずつ、信号機を形容した。これにより、12回の信号機の形容により、信号文を送っている。通信作業時間は分程度と推測され、この信号は、 水ンマストに次々と形容されたと推測され、信号文を受け取った各艦では、歓声が上がったとされているが、あくまでこれは、勝利に終わった後の伝説であり、接敵運動に入って、もうすぐ戦闘が開始される緊迫した状況の、この時は、戦術的には、何の意味もない信号を伝達してきたことに、艦長たちは戸惑いを感じたようであり、自席指揮官で、 ネルソンの親友である、コリングウッド提督ですら不満を漏らしている。さらに、水兵たちからは、今更言われなくても義務は果たしているとの不満の声すら、上がったようである。ネルソンは、その後、接近戦の用意の信号を出し、海戦に勝利した。1814年のプラッツバーグの戦いにおいて、アメリカのトーマス・マクドノー巡将は、水兵も、 閣員義務を尽くせと激励した。イギリス留学経験のある日本海軍の東郷平八郎は1904年の第一次旅順口攻撃の際と1905年の日本海海戦において閣員一層努力せよという信号機を出した。後者は広告の後輩これの一戦にありりり各員一層分礼努力せよという文言をあらかじめ各官に示し、 戦闘前に Z 機を形容させた時を合図に全乗組員にその文言を伝えさせている。ありがとうございます。